雪袋ミネラルショーに、向けて一度テーブルを取ってみたいと思います。今回は横幅が180センチ、奥行きが90センチなんで、よく使ってるサイズの倍になりますので、海外の石も置くんですけども、このお店の中にですね、ちょっとスペースを取って、180センチ×90センチの、ベニヤ板を置きました。で、池袋のシミュレーションをしていきたいと思います。ちょっと重機が足りないと思うので、そちらは、作っていきたいと思います。こちらの机ですね、従来はこちらの重機ですね、こちらの方を置いております。で、今回は横は180センチということで、少し、倍ぐらいになってますので、内側にですね、ペンダントですとかネックレス系を置ける、少し物を、そうですね、釣れるような重機と、あとは海外の石を置きたいので、そちらの方もやっていきたいと思います。アングルと角材で重機を作ってます。こちらに溶接して、ここにはめっちゃでかい穴が開いちゃいました。ここも穴開いてますね。ちょっと強すぎましたね。こちら削って、ペンキを塗っていきたいと思います。こういう重機になります。こう2段ですね、2段になって、この上にももちろん商品が置けますし、でここですね、ここにもペンダント系が飾ることができます。新しい重機を作りました。こちらが1段2段となって、ここに大きな石を置く予定です。でその背後に今までいろいろ作ってきたペンダントやネックレスを置きます。でこちらの方は今ちょっと板が足りないですけども、従来通りの翡翠や乙女水晶などを国産ので置いていきたいと思います。これで180センチ横幅の奥行き90センチの場合の新しい重機レイアウトの基本になると思います。
これ後ろから見るとこんな風になってますね。こんな感じ。